皆さん、こんにちは。今回は歌手の坂本九さんについてご紹介します。坂本さんは1985年12月10日神奈川県川崎市川崎区で生まれました。1941年12月に荷物の請負を行っていた丸木組社長の坂本博さんとその妻坂本育さんの間に生まれました。9人兄弟のうち9番目に生まれたことから久志の名が与えられたらしいです。その後戦争が激しくなると母の実家である茨城県笠間市付近に疎開しました。疎開中に土浦駅付近で発生した事故に巻き込まれましたが、事故の寸前に他の客車へ移動していたため事故死を逃れました。後々このことを知らされると、笠間稲荷の神様が守ってくださったと思い終生信仰しました。その後柏木由紀子さんとの結婚の折、笠間稲荷神社で挙式をし、事故死後の遺体の決め手であったペンダントも笠間神社にまつわるものでした。日本横浜学園高等部に在学中、両親が離婚をしました。坂本さんは母側に引き取られ、大島母親の旧姓旧となりました。しかしそれぞれの自宅は徒歩で通える距離であったそうで、兄弟ともに変わりなく遊んでいました。またこの頃からエルビス・プレスリー、バディ・ホリー、ペリー・コモなどの米国歌手に憧れ、校内でモノマネをし人気者になったそうです。特にエルビスのモノマネに関しては非常にうまかったと言われています。1958年5月にザ・ドリフターズに加入しました。バンドやギターを担当し、ロカビリー歌手として第3回日劇ウエスタンカーニバルに初出演しました。そこで新人賞を受賞しました。同年12月頃に脱退をし、ダニー・イーダさんとパラダイスキングに参加をしました。ジャズ喫茶を巡業し、ボーカルを主に担当しました。ひどいニキビ顔であったそうですが、男子女子ともにとても人気がありました。坂本さんが歌っているところをマナセプロダクションのマナセ信子マネージャーに見出され、マナセプロに所属しました。1959年、ビクターから何もいらない俺だけど、題名のない歌だけどでデビューをしますが、ヒットしませんでした。1960年に菱木60歳が10万部を売り上げ、素敵なタイミングなどがヒットしました。これを皮切りに森山加代子さんとタイアップ、近所のお姉ちゃんお兄ちゃんの印象で次第にテレビ等でも人気者になりました。そして1961年8月11月頃に NHK 番組夢で会いましょう内での今月の歌として A 六助作さんし、中村八大さん作曲上を向いて歩こうを発表しました。同年10月15日レコードが発表されると、たちまちヒットをし、当時の音楽雑誌ミュージックライフによると、1961年11月、1962年1月まで1位を独走していました。売り上げは相当でしたが、当時の歌謡界において坂本さんの歌声は斬新であったそうで、作詞家の A 六助さんでさえボロボロに批判される始末で、高くは評価されませんでした。しかしひょんなことからこの評価は覆されることとなります。1961年第12回紅白歌合戦に初出場をし、同曲を披露しました。60年代後半から第19回紅白歌合戦司会、1970年大阪万国博覧会での万博博委員に任命など、司会業の色が強くなっていきました。その一方で歩みの箱運動、障害者のための募金活動、手話運動、それにまつわる曲を発表するなど福祉活動に力を入れました。当時北海道夕張市を中心に流行していた小児麻痺のためのチャリティーショーにノーギャラで出演をし、それをきっかけに北海道札幌放送ふれあい広場サンデー Q に取り組むようになりました。1975年に柏木由紀子さんと結婚し、東京都目黒区に自宅を構えました。柏木由紀子さんは幼少期から歌劇団
劇団などに所属しており、その後は少女向け雑誌のモデルを経て、1964年高校生の時に映画「明日の夢が溢れている」で女優デビューしました。以降は女優や歌手としても活動しています。結婚後は芸能活動が減少しましたが、夫と共にチャリティに関わってきました。二人は交際中に毎夜電話で語らい合いを育み、1年程度の交際を経てゴールインをしました。結婚式は坂本九さんやその母親が深く信仰していた笠間稲荷神社で挙げ、新婚旅行はヨーロッパに行きました。1985年に懐かしきラブ SONG 心の瞳をリリースし、当時歌手よりも司会を中心として活動をしていた坂本さんは、事故直前の8月9日に長年の盟友であった中村八大さんのコンサートの際に、もう一度689A 六助さん中村八大さん坂本さんのコンビとして生やされたなとしてやり直したい、歌手としてやり直したいという意思を伝え、中村さんと再度意気投合を誓ったそうです。8月12日坂本さんは NHK505 スタジオにて秋一番坂本九の収録を行い、素敵なタイミング上を向いて歩こう、フォザグッドタイムズペリーコモ、We are the world、 親父見上げてごらん夜の星を、心の瞳、懐かしきラブソングを歌唱しました。これが最後に坂本さんが人前で披露した姿でした。その後大阪の友人の選挙活動の応援のため、小宮勝弘マネージャーと共に羽田空港に向かい、伊丹行き JAL123 便に搭乗しました。午後6時56分に機体が御巣鷹山に墜落し、43歳という若さで永眠しました。 A 六助さんはこの日自宅でこの事故を知り、夜中に慌てて坂本さんの家に駆けつけたそうです。99時間後の8月16日に家族たちにより遺体が確認されました。カセットテープを機内に持ち込んでいたため遺言があるかと期待されましたが、特に確認できなかったそうです。坂本さんが搭乗していた位置は2階右側前方席であり、墜落時には機体がほぼひっくり返る状態で墜落したため、遺体の損傷が激しく胸の部分のみであり、その日も首にかけていた笠間稲荷神社の鐘のペンダントが突き刺さった状態で、なんとか確認ができたそうです。または歯の治療痕で身元が判明したという報道もあります。ただ犠牲者の中には最後まで身元不明の方も多かったと言いますので、それを考えれば身元が判明しただけでも良かったのかもしれません。ちなみにこの飛行機事故は日本航空123便墜落事故と言われており、1985年8月12日午後6時12分日本航空123便は大阪伊丹空港に向けて東京羽田空港から離陸すると、午後6時25分頃伊豆半島南部の東岸上空に差し掛かる直前に操縦不能となり、午後6時56分頃に群馬県田野郡上野村山中に墜落しました。乗客乗員524名のうち520名が死亡する、生存者は4名という単独機で世界史上最悪の死者数を出しました。その後 A 六助さんはこの飛行機事故への怒りや悲しみが消えないまま、慰霊のため飛行機が墜落した御巣鷹山に登り、坂本さんの遺体が発見されたという場所まで行ったそうですが、そこには小さな墓標が建てられていたそうで、その墓標にお酒をかけながら、障害を持つ子どもたちがどれほど坂本さんの死を悲しんでいたかということを坂本さんに伝えたそうです。坂本さんが死去した後も2000年2002年に歌詞が変更追加されたものの、明日があるさが流行し、若年層を中心とする心の瞳の合唱会上を向いて歩こうが50年以上経った今でもカバー合唱されるのは特筆すべき点であります。また笠間市に疎開したことなどから、2007年に笠間市に位置する常磐線の岩間駅、友部駅、水戸線の笠間駅の発車メロディが
上を向いて歩こう。明日があるさ。幸せなら手を叩こう。レッドキス、ジェンカに変更されています。坂本さんは今でもどこかでにこやかに歌っているのかもしれないですね。阪神淡路大震災、東日本大震災後、その笑顔が歌った上を向いて歩こうが、悲痛にある日本人を励ましたことを我々は忘れません。上を向いて歩こうは今も日本人の心の支えとして歌い継がれています。1985年に突然の事故により亡くなってしまった坂本九さん、その後残された家族3人はひどく落ち込み、大好きだった父親の話題を出すことさえしなくなったそうです。そんな彼女たちを救ったのもまた坂本九さんでした。坂本九さんが生前最後のラジオ番組で偶然に披露した楽曲、心の瞳、この曲はやがて全国の学生に歌い継がれていき、結果的に柏木さんら母子を励ますことにもつながりました。今ご存命だったらどんな歌を聴かせてくれていたのか、また違った世界になっていたのかなとも考えてしまいますね。ご冥福をお祈りします。いかがでしたか。今回は演歌歌手の坂本九さんについてご紹介しました。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。